大志です。聞こえてますかね、大丈夫かな。まあとうとうこの日が来てしまいました。岩尾兼遺跡、浦和レッズへの期限付き遺跡ということで、まあ、今回はそれに関してちょっとまあ僕が感じることっていうのを話していこうかなと思ってますけど、まあ正直1年間見ただけでこんなにもこう愛が生まれた選手っていうのは、まあ、今までいなかったかなと思ってて、それぐらい僕もすごく好きになりました。ボルティスを見るきっかけになった選手の一人です。まあその大きさ、偉大さたるや、まあ今日のね NHK 徳島のお昼のトップニュースになってたらしいから、まあそれをまあ考えると、まあ今更ね言うほどのこともないのかなと思いますけど、まあ、本当に大きな存在だったと思いますし、で今回の遺跡に関してはまあ俺がどう思ってるかってことに関しては、まあ以前動画も作りましたんで下の方にリンク貼っておくからそれで見てもらえればなと思うんですけど、まあやっぱ今回はね、弟33歳、要件さんもそろそろ引退を考える時期だから、最後に訪れた挑戦の機会、チャンスだと思うんで、本当に心から応援するっていうことしか俺にはないかなと思います。あとやっぱね、お父さんが亡くなられて、やっぱご実家埼玉じゃあ群馬か、埼玉から近いってのもあるからね、それも大きかったのかもしれないね。であとやっぱ今回の期限付きなんでレンタル遺跡ですから、それの意味やっぱ考えたいなと思ってるんですけど、やっぱいつか帰ってくることを、まあ、見越しての期限付きだと俺は思うんですよね。だからボルティスのフロントも頑張ったんじゃないかなと思うし、完全じゃないから移籍金は入らないけど、やっぱ33歳の選手にどれだけ移籍金要求するのってなると、そんなに高いのお金もらえるのかなと思うから、まあ、分かんないけどね、レッズだったら結構出してくれるのかもしれないけど、期限付き移籍って考えると、岩尾健が戻ってこれる場所があるって考えると、まあ、その方がやっぱ自然かなと思うんで、理解できることだと俺は思いますし、やっぱさ、いろいろさ、もうボルティスサポもさ、もう選手抜かれすぎてもうメンタルおかしくなってるから、やっぱいろいろデマがさ、こういう時って出回りやすいじゃない。そう、なんか選手とポエトス監督の間に、ポエトス監督の間に亀裂が走ってるだとか、岩尾健が、まあ、あのクラブのフロントに俺かポエトスか選べって言ったとかさ、そんなこと健さん言う人じゃないから絶対に。でポエトスさんは、俺は選手からの信頼は失ってないと思ってるし、選手からの信頼を失ってたら、まあ試合ね、今シーズンの昨シーズンかの終盤にあんだけ熱い試合繰り返せないと思うからさ、まあ、それは俺はないと思うから、うん。なおかつね、まあ、健さんもまあインタビューというかね、移籍のコメントでテクニカルスタッフ、メディカルスタッフ、そしてクラブへの感謝を言ってましたんで、まあ、それはないでしょう、デマでしょう。だから俺たちはやっぱこれを、まあ、新しいボルティスの始まりだと思って進んでいくしかないのかなと思うし、正直小西君と徳間君の方が俺は痛いかなと思うので、だからこれからのボルティスを作っていく上で2人はかなりでかい存在になったんじゃないかなと思うから、まあ、そこかな、正直フロントさんもちょっと頑張ってほしかったって思うので、でもそれだけかな、それ以外は全然、まあ仕方ないかなと思います。だからまあ新しいボルティス、まあ、さっきも言ったけど新しいボルティスの誕生の瞬間だと思ってポジティブにやっていくしかないのかなと思いますとか言いつつ、結構やっぱ辛いから、まあ、今夜たくさん飲むし、酒飲むしかないかなと思うし、でなんかこう今夜9時からなんと裏木チャンネルさんの方に呼んでいただいて、お酒を僕は買って飲んでと思います。てか飲まなきゃやってらんないんで今日は、まあ女の子とのデートをキャンセルしてまで出演する生配信になりますんで、皆さんよかったら見に来てください。女の子のデートを断ったっていうのはガチです。そして改めまして、岩尾健さんありがとう、本当に
まあ、僕今年からしか見、あ、去年からしか見てないですけど、まあ、本当に素晴らしい体験させてもらって、あなたは素晴らしい選手なんだなと思ったし、選手を超えた存在なんだなと思ったし、感謝しかありません。ただクラブは前に進んでいかなきゃいけないし、選手がクラブより、選手が監督より偉くなったクラブにはもう未来はないから、そこはちょっと言っておきたいと思います。それじゃあ。